はいどうも、ムチ博士のちょびひげです。なんでちょびひげか内緒です。ということでね、今日も虫のあれやこれや面白いところをやっていきたいと思いますよ。題して、ムチ博士ちょびひげの生き物って面白い、お日様万歳ということでね、やっていきたいと思いますけど、今日扱う虫はですね、もしかしたら人間と一番古い関わりを持つ虫かもしれないんですよ。というのはね、今から3000年ぐらい前のエジプトのお墓からですね、その虫が溜め込むご馳走が出てきてるんです。で、実は今も美味しく皆さん食べてますよ。人間の食べ物として大活躍してます。博士のね、子供なんかはパンに塗るのが好きですね。なんだか分かりましたでしょうか。そうです、蜂蜜ですね。そして蜂蜜を作る虫といえば、そうです、ミツバチなんですね。今日はそのミツバチの蜜を博士もちょっと分けてほしいなと思ってですね、こんなことをしてみようと思いました。題して、じゃじゃん、ミツバチの巣箱を置いてみようということでね、手みたいと思います。それでは行ってみましょう。さあ、というわけで用意したのが、こちらのものたちですね。じゃあこれらを使って早速作っていきたいと思います。巣の中に熱こもっちゃうとみんな死んじゃうから、あれだよ、夏の暑い日なんて巣に水かけて親蜂たちが一斉に巣に向かって羽ばたくんだよね。扇風機みたいにして冷やすの、巣の温度をね。そんなことしたりするぐらい暑さは苦手です。だいたい平らになったかな。 OK、 そしたらこの土台を今度は固定していきます。こっち側はね、日陰っていう感じなんだけど、こっち側がね、東になるんだけど、まあ朝日、がはちょっと当たるといいかなと思ってて、まあなぜならやっぱり朝の活動の時の、ね、元気っていうのを太陽からもらうんだよね。そのエネルギーをね、補給するために太陽の光はちょっと当たった方がいいかななんて、まあ、少し思ってますね。ね、はい、入っていきやすいね。よし、これが巣箱の土台だね。こっから入ってくるわけだよ、蜂が入ってきてくれるといいけど、まあいいんじゃないでしょうかね。よし、そしたらいよいよ巣箱ですよ。巣箱、これがね、また工夫がしてあってね、この中わかるかな、この中、実はハチさんがもう入ったことのある巣箱の材をわざわざここの中につけてる。それで少しでもね、匂いを覚えてて、おここいいじゃないかとね、いうふうに思ってくれるように。そしてここにミツバチって巣の材料なんだか知ってる？自分の体の中から出すんだけど、蜜蝋っていう老物質で作るんだよね。でそれをね、ここに塗ってあるの。そういうふうにして少しでも来てくださいというふうにして、工夫をしてあります。よいしょ、 OK。恵みの雨でもあるんだけど、雨に打たれるのはあんまり得意じゃないので、入り口を雨に濡れないように覆ってあげます。どう？見た感じ、なんか自然な木のところにさ、少しこう穴が開いてるようで、その中入ると広い空洞があるというところで、もともとそのミツバチってどういうところに巣を作るかっていうと、自然の木って中の方がだんだん死んでいくから、だから大きな穴が開くんだよね。
でそういうところで巣を作るんだけど、入り口が大事だよ。入り口がどういうことかっていうと、天敵がいるんだよ、ミツバチの。同じ蜂の仲間、そして日本一、いや世界一危険な蜂かもしれない、スズメバチの中でもね、オオスズメバチにこの巣はよく襲われるんだよね。だからオオスズメバチが入ってこれないような巣の大きさであることが大事なんだよ、ね、だからこんだけしか空いてないね。オオスズメバチってめちゃくちゃでかいからさ、入れないわけね。春は新女王が生まれる時だから、その新女王について働き蜂がブーンってものすごい数だよね、1万とかブワーっとね、別の巣を見つけてお引越しするんだよね。そのお家としてこの巣箱を選んでくれないかなと思っていろいろ工夫をしてるわけだけど、なかなか来ないのね。なので今回用意した新兵器がこちらです。さあ今回用意した秘密兵器がこちらなんですね。通称ハチルアーと、ね、呼ばれるものなんですけども、金稜辺というね、ハチが大好きな花があるのね、まあ、猫で言ったらマタタビかな。なかなか手に入らなかったりね、花の咲く時期が短かったりするのね。そういう匂いを長時間出し続けるものを開発した人がいるんだよね。そこからね取り寄せました。人間的にはまあほのかにいい匂いするかなぐらいだけど、まあ、これがいいらしいんだわ。いう感じですね。というわけで完成です。いやどうなんでしょうか。これで来てくれるかな。まあ念のためやってきますか。ミツバチを呼ぶダンスというのをねやってみたいと思いますね。あ、ミツバチぶんぶんよっといでいいえあるのよ、はっはっはということでね、ぜひこちらいい物件揃えてますんでね、そちらにご入居の方写真でお待ちしております。よろしくお願いします。はい、というわけでね、今回は始まりましたというところで終わっちゃいましたけれども、みんな準備のものを見た時に、あれ蜂さんはいないのっていうふうに思った人もいるかもしれないね。蜂をね買ってくる場合もあるんだけど、それはね西洋ミツバチって言って、外国の蜂さんでもうこういうふうに育てるといいよっていう方法が確立してるやつなんだよね。買ってくると楽だよ。楽だけどどうやったら入ってくれるかなってことを考えて、いろいろ工夫して苦労して入ってくれたら嬉しいと思う。そんなことを夢見て博士はちょっと今回こんなことをやってみました。だから毎朝ここ見に来ちゃうと思うけどね、みんなもね巣箱をいきなり作るっていうのはちょっと難しいかもしれないけれども、春になってねいろんな虫が出てきたよね。今博士はもう本当に日記をつけてます。あ、今日初めてこの虫を見た、今年初めてこの虫を見た、そんな風にいろんな生き物との暮らしをね楽しんでほしいなと思います。なぜなら人は虫なしでは生きていけないのだから。だから生き物って面白い。ではまた会いましょう。